広島での開催が表明された G7 サミット、受け入れが想定されているホテルでは早くも期待の声が上がっています。唯一の戦争被爆国である日本の総理大臣として、私は広島ほど平和へのコミットメントを示すのにふさわしい場所はないと考えています。来年日本で開かれる G7 サミット、主要7カ国首脳会議について、昨日岸田総理は広島市での開催を表明しました。核保有国であるアメリカについては、2016年当時のオバマ大統領が初めて広島を訪問、さらにイギリス、フランスの現職トップが初めて被爆地広島を訪れることになります。また松野官房長官は会見で、アメリカ以外のすべての3カ国からもすでに支持を得ていると説明しました。今後急加速していく開催に向けた準備、広島市や県などによるサミット誘致計画案によりますと、会議場はグランドプリンスホテルに、さらに各国首脳らの宿舎にはこの秋開業予定のヒルトンのほか、リーガロイヤルホテルなど6つの施設が候補に挙がっています。警察庁によりますと、オバマ大統領の広島訪問時の警備体制は5600人、全国各地から応援部隊が派遣されました。一方、伊勢志摩サミットの警備体制は最大時およそ23000人、広島サミットでも前例にない警備体制が敷かれる可能性があります。そんな中、広島での G7 開催に期待を寄せているのが、私が立っているここ、まさにここが G7 の会場となりました。外の景色なども含め、当時の状態そのままで残っています。南区元宇品町にあるグランドプリンスホテル広島、2016年の G7 では22階のレストランで主要7カ国の外相会合が開かれました。その中には当時外務大臣を務めていた岸田総理の姿も。大臣、こちらお願いします。こちらの方に大きな円卓でですね、囲みまして、こちらの景色を眺めながらですね、会議が行われたという形でございます。それ以来ホテル内ではG7 開催を記念したパネルを常設で展示しています。やっぱり昨日の夜からなんですけど、また逆に緊張感も出てきましたし、会場としてですね、正式に決定した際には万全な受け入れ体制でですね、ぜひご協力をさせていただきたいというふうに思っております。地産地消のですね、広島の味をですね、お楽しみいただければなというふうに思っております。広島の味といえば、昨日の日米首脳会談後の夕食会、そこで提供されたものが、広島県産のレモンを使った広島レモンサイダーです。酸味がすごくあります。そしてキレキレの味で非常に爽やかですね。びっくりしたのと、わあすごいなというのが率直な感想です。2011年、寒波の影響を受けた農家を救うために作られたというサイダー。岸田総理もよく飲んでいるそうです。レモン1個分の果汁をこの広島レモンサイダーに入れようということで、この中に 15% のレモン果汁が入っておりますので、ものすごいキレキレです。カロリーライトで糖類控えめということで仕上げております。海外からたくさんの、要人、またそれにまつわる人来られます。広島レモンがさらに、広がりを見せるような効果が生まれればなと思っております。